て積んだゲームを消化していくとするか。ギガのバルド新作はかなり面白かったよ。分割処方だけど、あれならいいかな。なんか女王様を屈服させるようなゲームねえの？映画の役者を募集しているの？まあ、送る人って映画なんだけどな。ねえねえ、それどんな内容なのかな。送る人、つまり近年急増しているタクシードライバーの悲哀を描いた映画らしいぜ。それの役者を募集してる、大々的にな。俺も代行センターの仕事として人材探してんだ。でも素人が出てしまっていいんですかね。諸事情あって予算が足りないんだとよ。だから誰か興味あるやついるかって話だが。私カメラ写りとか結構いいんだ。チカちゃん出る気満々ですね。あたいは乳首までなら出してもいい所存だぜ。バッカ野郎、見たくねえ乳首もあるんだよ。お前たち割と出る気ありそうだな。興味あるやつは7月20日の夕方にロケ地のあるイタリア商店街に集合な。ゲン、それは男でもいいのか。うん、特に制限はねえぞ。しまず、ついにお前自慢の筋肉が火を吹く時が来てたもんな。なんて言われたら出なくちゃ男が去るぜ。エキストラ料と弁当ぐらいは出るそうだぜ。廊下に置いてある書類に必要事項を書いて持参な。面白そうな予感がするぜ。行ってみるかな。以上、おじさんから映画役者へのお誘いでした。なるほど、送る人の役者募集。秀夫様、このお話いかがなされますか？我は早くでは満足せんのだ。愚問でありました、秀夫様。まったくじゃん、いいと小さき勇よ。映画などの話をこなたらニュースに持ってくるなら主演といかぬか。むちゃくちゃ言うな、勘弁してくれよ。とにかく出たいやつ、資料に必要事項を書いて持参してきてくれ。集合時間は20日の。誰も行かんと思うがの。とか言って藤川は行きそうだよな。行かぬわ。楽しいぞ。行かぬったら行かぬのじゃ。葵はぼーっとして何を考えてるんだ。何を考えていた。改めて問われると難しいですね。若はテスト勉強に加え病院の手伝いで疲れてますよ。そうだ、叱るなら痛いけな僕を叱れ。うざいか、目の前でぴょんぴょんするな。榊原、回収します。最近、葵はそういう悩んでる時多くねえか。いろいろ考えることがあるんですよ。可愛い女の子のこと、他には可愛い男の子のこと、悩みはつきません。我が友トーマはそればかりだな。まあそれが葵くんの個性なのじゃ。どんな悩みでも相談に乗りますよ。テスト終了直後、気を抜くのも分かる話だ。それでも1位の葵くんはやっぱすごいよ。ろくでもねえ悩みなのに、なんか人望あるのな。果たして俺が調子悪い時でもこいつらは心配してくれるのだろうか。答えはノー。冷てえな。心配してくれてもいいじゃない。日頃生徒たちにいかに接しているか考えてごらん。
痛え。胸が痛いぜ。臨床とかしちゃってどうしたの？よくぞ聞いてくれたぜ、モロロのモロ太郎。実はですね、クラスメートの大和田さんと映画に行くことになったんです。まゆっちがクラスメートと映画だぜ、すっげえ。いい方です、話題作ですよね。それはチャンスだぞ、まゆまゆ。はい、これを機会にもっと仲良くなります。まゆっちにいっぱい友達ができたら。ほら、夏風、あなたのことは忘れません。おいおい、人間的に成長する前にもう少し感傷に浸るのが礼儀ってもんだろ。舞い上がってるな、完全な一人漫才だ。ああ、辛抱できそうにねっつーの。ヨルダンで親父が遺跡見つけたって言ったろ。いよいよトスリウって時に落盤で、調査隊数名怪我でスケジュール延期だってさ。ますます熱い遺跡だぜ。ああ、俺も行きてえ。俺様はいよいよサマーってことでな。彼女と次のステップに行けるよう頑張るぜ。いい加減女王様って呼び名にしたら。何ひどいこと言ってんだ、バカップル。だってホテル行ったのにキスもしてないとか。そこをひと夏で変えていくんです。先に慰めておくぜ、次があるぞ。そうそう、ネバーギブアップストーリー。ぬか、もうふざけんな、キャップ。ひらり回避すんだろ、読めてるぜ俺様ってば。なに、風を捕まえるとは、ドフリン野郎め。愛は人を強くする、今の都ならばわかるだろう。なんとなく。そりゃキャップ自身が川に流されてこい。どう。わー、キャップを倒したぞ、やるなガクト。次は犬を川に落としてやるぜ。キャー、やられる前にやっちゃるわ。てめえ掴んだぞ。蹴りがめり込みすぎて捕まった。離して。こら、暴れるんじゃねえ。どん。ああ、まるで神獣のように。もう暑かったからちょうどいいだろ、犬。手の焼ける犬。うわぁ、クリもびしょ濡れね。おのれ、なんということをしてくれる。涼しそうでいいな。ほれ、モロロもヤマトも。マユミヤコ、お前たちもだ。行くぞ、せーの。うわー、私たちもですか。
くガクトのせいでびしょ濡れよ。ちょ、私にもかかってるワンコ。というか犬、それは自分のセリフだ、くらえ。わっ、やったなヤマト、後悔するな。援護攻撃入ります。じゃあ、おのれ、二人がかりとはと、怒りで自分を失っては相手の術中だな。お、あのクリスが意外と冷静。気高き騎士に挑発は通じん。おのれ侮辱を許さないぞヤマト。踊らされているな。援護するぞクリー。そら、ワンコガード。にゃー、己都。さっきのお返し。そっと。何一人だけ離脱しようとしてんだこら。うわあ、制服びしょ濡れなのに。何をやっているんだあいつらは。テストが終わってはしゃぐ学生、いいですね。まあそうですね、叱る気にもなりません。私たちにもこういう時がありましたな。ただこういう年齢にならないと、いかにそれが光り輝いていた青春時代なのかわからんわけで。いや、切ないもんですな。あいつらもいつまで9人一緒でいられるか。そうですね。なんかいい感じじゃないか。チャンス。どうですか、フレンチでも食べに行きません？今夜は冷やし中華とビールにしようか。小島先生は本当にそういうのお好きですな。ではご相伴させていただきます。お断りします。テストの採点があるでしょう。ではこれにて。ああ、真面目だな。糸口が見えないぞ。先生また振られたのか。泣いたらダメだぜ。どんまいですよ。今はジャブを刻むと思って。ああ、氷はいつか溶けるもんだよな。永久凍土って知ってる？僕は知ってる。この娘はなんか最近俺に反抗的なのな。ヒゲが怒った。よし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 、甘やかしすぎだろう。そういやお前たち、チャイルドパレス知ってるな？ええ、工業地帯の入り口にある秋にオープンする大アミューズメント施設ですね。クラスでも噂になるよな、時々。で、俺たちに何か？どうにも不良たちのたまり場になりそうだ。近寄らんようにな。彼女が行きたいと言っても。そこまでまがまがしいものでもないと思いますが。これでも血とは修羅場くぐってる。で、その勘が言うんだが、あそこはどうも気なくさい。何か起こるぜ。だったらさっきのホームルームでみんなに言ってやるよ。あの優等生たちはあそこにはいかんだろ。ただお前ら結構3人でフラフラしてるからな。葵が葵門病院の跡取りだから、何かあったらまずいから今のうちに言っておくんだぜ。榊原もレディーだしな。正直井上はまあどうでもいい。ストレート。ま、わかりやすくていいけど。ご親切にありがとうございます。じゃあな、事務所でかき氷でも食うか。あー楽しそう。川でジャブジャブしてる。おお、本当だ。お日様の下で気持ちよさそうだな。今日暑いから涼しそう。羨ましい限りですが、私たちはあちらの方に行かねば。
わかってるよ。お供するぜ、バカ。僕も行くよ。トーマと僕とジュンの3人でね。アズミ、今日も人力車ドリフトを見せよう。かしこまりました、ヒデオ様。待て、一旦車を停止だ、アズミ。あそこにいるのはカズコ殿。イグランド、フーリュー。ヒデオ様、今はお時間が。試験が終われば会議会議の毎日。お察しいたします。構わぬ。これも上に立つ者の義務。さらば、カズコ殿。あ、玉川で遊んでるのはワンコたちだ。うわ、制服で大はしゃぎですか。楽しそうです。でも家事の手伝いをしないと。それではバイバイ、夜電話するね。バイ。さ、あたいたち合コンだね、チカリ。そうよ、モデル事務所所属の男の子たちと。絶対食ってやる。押し倒して犯してやる。いや、まあそんな気合い入れなくていいけど。いいイケメンがいると嬉しいわ。風ないいけど、あのグループに割って入れないよ。しゃあ、ほらイケメン、観念しろ。あたいに孕ませろ。既成事実だ、ゲット。しゃあ、最低養育費はがっちりキャッチ。なんつーイメトレしてんのよ。